ガイダンスということを進めていきたいと思いますが、明細書なんですけれども、基本的に明細書は、図面に沿って書いていっていただくのが一番いいのかなと思っています。ですので、こちら あのゼミではまず請求項を書いていただきます。その後で図面を作っていただきます。で、図面を作っていただいてから、あの明細書の本文の方を書いていただくっていう流れになるんですけれども、明細書の中身っていうのはあまり今回重要視しないわけではないんですけれども、特許請求の範囲と図面に比べれば優先順位は下がるというふうにちょっと考えています。ですので主にやっぱりディスカッションですとか、そういう話も、クレームと図面のところをメインに、でその時に発明者さんにどういう図面が欲しいと思いますかとか、どういう図面があったらいいですかとかっていうような話も織り交ぜていければなと思っています。はい、こちら今日のやつ見えてますか。演習ステップの1回目なんですけれども、衛生マスクという事例を今回挙げています。今日のところはまずメインクレームですね。このメインクレームの2のステップ2のクレームの作成っていうところなんですけれども、この辺の途中まで今日はいければなと思っています。まず、順番に発明のステップ1ですね、先行技術と本発明の比較、それと解決手段の検討、ここまでを皆さんどういうふうに考え方かっていうのを順番に発表していただいて、その後でみんなで話できればなと思います。では、発表させていただきます。はい、先行技術を調べた結果、この先行技術のマスクが、どんなものかといいますと、不織布のでできていて、5層からなっていて、不織布、表側 と、顔につける側と真ん中の、3層が不織布でできていて、表側と真ん中の間に、抗ウイルス剤がついたものが入って、この本発明、この図から得ることができる本発明の特徴と、あと解決しようとする課題としましては、今までのマスクだと、マスクの鼻部分と鼻の間、それからマスク の耳部分と耳の間に隙間ができるということで、これを解決したいというのが一番のメインテーマでした。はい、であとは、これは追加なんですけれども、はい、既存のマスクが、先行技術のものが5層からなってたりするもので、多くの層を必要とするという。で、ということで、この布地減らせるんじゃないかなと。はい。先行技術、構造に関する説明があまりなくて、生地素材の話が中心だったので、書いてる通りです。先ほどの効果1番の件だけしか書いてないです。先行技術にはですね、抗ウイルス加工という観点では、結構、明細書の中にもですね、書かれていたりとか、その抗ウイルス剤ともう一つ活性酸シート等をですね、組み合わせるというところで、抗ウイルス剤がちょっと着用した状態で外側、活性酸とか内側とかっていうところは開示されているんですけれども、今回の発明である衛生マスク着用した状態において鼻とか耳とかの隙間が生じやすく、この隙間からウイルスが侵入して効果が半減する恐れがあるっていうところはですね、先行技術では解決できない課題というところで、その裏返しとして、隙間を生じさせないことによってウイルスの侵入を防ぐという本発明の効果が生じるのかなというところが一番大きな特徴だと思いました。はい、そうですね。実は私も周囲に厚くして隙間なくすっていうところをメインの
課題っていうふうに考えました。で、ただ本タイプから、っていうところもアクセスとしては間違ってないと思う。そういう着眼点っていうのもあっていいと思いますし、実は私そっちの方っていうのは私はちょっとサブで考えてました。メインとしてはやっぱりその、まあ、周囲の厚くしてそのウイルスが侵入しないっていうところを私は、考えましたけれども、そこはどっちをメインにするかサブにするかっていうところで、これだけだとどっちがいいっていうふうには言えないと思います。そういう時にはやっぱり発明者さんにインタビューをする時にどっちをより重要視して考えたいのかっていうことを発明者にインタビューしつつどっちをメインに持っていくのかなっていう方向で考えるといいのかなっていうふうに思います。メインクレームのメインクレーム案の作成をちょっと見せてください。まあ、構成する、まあ、発明の構成要素を考えたんですけど、うん、まあ、抗ウイルス処理が施された外側用の2枚の布地と、まあ、顔にくっつく内側用の2枚の布地と、うん、あとは、まあ、内側に延直する、まあ、オーブを有する鼻部分と、あとは耳に引っ掛ける耳、耳介部分、うん、これがあれば、まあ、でいいかなと思いました。まあ、読みますと、抗ウイルス薬剤処理が施された布地で形成される第一の層と、うん、前期第一の層よりも使用者側の設け側に設けられ、前期抗ウイルス薬剤処理が施されていない布地で形成される第二の層というし、で、一端が固状であって、多端が酵母を有する2つの本体、うん、この一端が固状であるというのが鼻部に、鼻の部分にあたって、多端が酵母を有するというのが耳の部分、うんうんうん、という本体部、2つの本体部がありまして、うん、でこの2つの本体部のうち1の本体部における前期一端、この花部のやつですね、は、まあ、前期2つの本体部のうち前期1の本体部とは異なる他の本体部における前期一端、これももう1枚の方の花部に接続される衛星マスク。はい。まあ、構成上の、まあ、形状の話なので、うん、まあまあ、この4つくらいかなと思ったんですけど、はい、そうですね、4番目があんまり、はい、ちょっと文章で書きにくいことなんで、大きさがちょうど合うとかそういうふうな表現になるので、で、あとまあ、これ全部備えてないと、その隙間を防ぐっていう効果生じないかって言われれば、必ずしもそうではなくて、1つだけ入れても別に、効果生じるので新規性自体は出ると思うんで、まあどこまで入れるのかなというのは気になります。はい、水球孔1、まあこういうふうな形になります。はい、この場合、はい、はい、課題は何を考えられてますか？解決する課題、課題は隙間を生じなくするっていう、隙間が生じないですね。はい、鼻と耳の周りに隙間が生じないようにすることです。はい。そうすると、この隙間が生じない構成というのはどこになりますか？接合部が伸びないっていうのは、その、顔の大きさが変わって、マスクがそれに付き合って伸びると、隙間が増えるっていう意味では、これも、うん、課題解決に必要ですし、鼻の周りがこうへこんでて隙間が生じないというのはもちろん隙間を防ぐためのものですし、メインフレームを、はい、ですね、このように書きました。抗ウイルス剤が付着した繊維剤からなる第一の部品、うん、まあ、これはマスク本体にします、うんうんうん、と、前期第一の部品の外周包囲耳ひも部分の合体を形成する第二の部品とを備え、前期第二の部品が伸縮性のある線維剤からなり、第一の部品にバインダー仕上げされたことを特徴とするマスクと言いました。はい。はい。わかりました。はい。これは、ごめんなさい。枠体の、間のお課題に挙げられてましたよね、確か。はい、今隙間がないみたいな、はい、はい、その構造っていうのはどこを考えてますか？
隙間の課題に対する行動ですね。はい。ですね、この、これです。なるほど。ここですね、なるほど。構造というよりは、縁が伸縮性があるんで、密着するだろう。なるほど。はい。共有できてますか？はい。はい。ちょっとまあ、私の考えみたいな感じである、あれなんですけれど、まあ、皆さんのお聞きしたので、ディスカッションという意味でちょっと私のも出したいと思ってます。でですね、私が考えたのは、要はこの周りのマスクの周りが分厚くって、分厚ければそこの隙間がなくなるから入らないよねっていう、ただその一点だけで攻めました。なぜかというと、やっぱりメインクレームっていうのは極力構成を減らした方がいいのかなっていうところはあります。できるだけ構成を少なくして権利範囲を広くっていうのが鉄則だと思います。この次は紐ですね。マスクの周りに紐がついてる。これだけです。これも実はなんで紐部としか言わなかったの、耳紐とか言わなかったのかっていうのは実は理由があります。耳紐、ちょっとお待ちくださいね。ちょっとマスク出しますね。耳紐ってこうかけますよね。なんだけど、医療用のマスクとかって、こういう感じで上下に行くマスクあるのご存知ですか？こんな感じ、2本紐通すやつ。あ、知ってます。はい。そうすると、それ耳紐じゃなくなっちゃうんですよ。なので、今回わざと紐部っていう形で曖昧にしてます。換気性ギリギリ OK であれば、メインクレームつ、パシっちゃっていいんじゃないかっていうふうに思ってます。これ、今回発明提案書を見る限り、お客さんってもう、抗菌処理してるマスク以外別に、いらないっていうと語弊がありますけど、それでいいですよね。うんうんうん、だからまあ、その考え方でもいいと思います、全然。お客さんはもうこれを望んでるんだから、これでいいやっていうのもあるかとは思います。ですね、今日がもうそろそろお時間がやってきてしまいますが、今の話で、次の来週なんですが、メインクレーム案をもう少し次ブラッシュアップしていただいて、次はこの今日書いたメインクレームを図示してください。ここですね。メインクレームをポンチで手で書いてみてください。で、それがちゃんと図になるのか、予想した図が書けるのかどうか。先入観ではなくって、クレームだけを見て、線を書いてください。メインクレームのブラッシュアップ図示をしていただいて、で、サブクレームっていうところまで、今回だったと思います。ですね。はい。まず、まあ、クレームのブラッシュアップ、メインクレームのブラッシュアップということで、まあ、前回作ったクレームがこの上なんですけど、で、抗ウイルス薬剤が消毒された布地で形成される第一の層と、第一の層より使用者らが設けられ、ウイルス薬剤が施されていない布地で形成される第二層というし、一旦固状であり、タタンが抗ウイルス2つの代表層です。はい。で、まあ、片方の一旦は、他の片方の一体接続されて性能がつくということで、わかりますでしょうか？一応これで最大限に。はい、はい、見えます。大丈夫です。はい、まあ、図示化してみたんですけど、まあ、第一の層と第二の層と、はい、まあ、使用者がこの辺にあるとして、はい、まあ、こういう形であると。はい。それが、一旦が、補助でなってて、はい、まあ、一旦が、方を保有している、二つの本体。で、はい、この一旦が接続されるっていうのを前提化したら、まあ、まあ、こういう形になったと。はい。はい、で、メインクレームの効果は出せてましたか？はい。で、メインクレームは、はい。そのメインクレームが本体部と、本体部の外周枠体部と、はい、本体部の接続される紐部と備える性能。はい。で、
これの効果が、マスクの本体部と外周が枠体で囲われ、本体部の外周が厚くなることによって、使用者の顔とマスクとの間の隙間を少なくするという効果。はい、ありがとうございました。こちらは自分であの図紙で聞いそうですか？あの修正された側の後の。そうですね、はい。はい、上の Q って書いたのが前回の、講義で作った請求項1の案なんですけれども、はい、そこで書いたのが、はい、ここですね、マスク本体というところがちょっとうまく定義づけられなかったので、はい、それを前回の先生のスクレームを参考にして、少なくとも顔面の一部を覆う大きさを有するという形でマスク本体を定義づけて、はい、もう極めて単純なんですけれども、はい、こういうマスク本体、まあはい、こういう顔を一部覆う大きさのマスク本体の外側が枠体を設けてちょっと太みを持たせていて、はい、左右両端に耳ひもをつけたというような図面を作成しました。はいはい、このメインクレームの効果検討というところにおいては、はい、このマスク本体の外周に設けた枠体により枠体の効果でマスクと顔面が密着するというところで、うん、マスクを着用した状態でも鼻や耳介部との間に隙間を生じさせず、はい、ウイルスの侵入を防止することができるという効果があると思いました、はい、メインクレームの、はい、ここですね。斜線引いてる、斜線というか、取り消し線引いてるのが前回、講義受けてから、ちょっと考えながら、見直したものです。で、はい、一つが、ウイルス剤をつけていることを前提としてましたけど、はい、よくよく考えると、図紙は、まあ、こんな感じになるのかなと、はいはいはい、思ってます。はい、で、あと、メインクレームの効果は、はい、本体とひも部の枠体に厚みがあるんで、うん、顔面との密着性がいいというところです。はい、ありがとうございます。確かにあの今言われたように枠体の伸縮っていうのもサブクレームに入れるといいかもしれないですね。はい、はい、そうですね、皆さんメインクレームは問題ないかと思うので早速ちょっと皆さんばらける可能性があるサブクレームの方に時間を割きたいなと思います。見えてますでしょうか？はい、見えてます。で、基本的には発明の提案書から抜き出していって、はい、で、まあ、含めるべきものだなっていうのを残して、まあ、これはいらないだろうなっていうのを斜線で消していってるような形になっています。はい、はい。で、まあ、今回は、サブクレームが結局4つ残ってるような状態にはなってます。はい、はい、で、一応その大項目というか、はい、まあ、大項目として抗ウイルス薬剤を使用しているっていうのと、うん、あとマスク本体に中央折り込みを入れている、はい、あと鼻部の圧着部分、はい、あと中央部におけば順に一つは顔とマスクの間に空間ができる、空間を保てる形状っていうもの。二、うんうん、つ目が、これはちょっとですね、いるのかいらないのか、ちょっと私の判断迷うんですけど、はい、鼻と左右の両耳介部、下顎を全体的に覆うっていうもの。はい、で、三つ目が、鼻の膨らみに対してちょうどはまるような形状ですね。うんうん、で、4つ目が、枠体っていうのが、ニット生地、まあ、要は、伸縮性のある生地であることと、はい、まあ、バインダー仕上げされてるっていう。以上になります。はい、はい、ありがとうございます。そうですね、皆さんの、まあ、見せていただいて、大体皆さん項目としては同じような項目が上がって いると思いました。とちょっとサブクレーム、どういうのを作ったのかっていうことで、これ1は今のメインクレームですね。先週のまま、ちょっと坂田さん少しだけ拡大してほしいです。拡大、はい、ちょっとお待ちください。で、ちょっと変えたのがここですね。マスク本体の周縁近傍っていうのを今回入れたんですけれど、先ほどいらっしゃったと思うんですけれども、縁からちょっとでも入っ
縁、全くの縁じゃなくて、縁からちょっとだけでも内側に入っててもいいよっていう、全くの縁じゃなくても顔に密着するかなっていうことで、一応ここには金棒って入れてます。でちょっと2が回りくどい書き方になっちゃってるんですけれども、これが折りたたみで、真ん中が非伸縮で、それ以外は伸縮だよっていうのをこのクレームで書いてます。はい、次が3は皆様も書いてた鼻の横にあるオーブなんですけれど、接合部で隣接して内側に湾曲するオーブを有するっていうような一応形で、オーブの位置を特定してみました。一応これを図示して、私がちょっとラフで書いたら、こんな感じで書きました。こちら、これが、皆さんとよく似た絵になっていますけれども、クレーム1ですね。四角に枠があって紐があるよみたいなやつです。下手です。私も下手です。で、紐なんですけれども、耳紐でも頭紐でも何でもいいよっていうことで途中で切ってます。はい。で、クレーム2ですね。クレーム2が右と左が重なっていて、こっちにオーブが、凸部があります。で、ここ紐ですね。で、ここが接合部で、接合部で接合されているよっていう感じで書いてます。正九項一なんですけど、はい、終焉金棒っていう言葉が使われてたんですけど、はい、クレームに金棒とか終焉金棒っていうところを言葉使っても大丈夫なんですかね。なんかあまり曖昧な言葉使うと、その明確性違反とかにならないかなっていうのはちょっと、終焉も金棒も大丈夫です。わかりました、はいはい、で金棒の場合は気になるんだったら明細書に一応定義を書いておくといいかと思います。質問なんですけど、はい、私、鼻と口を覆うっていうのをわざわざ入れてるんですけども、はい。マスクって、アイマスクとか、あとフルフェイスのマスクがあるじゃないですか。はい。ああいうのと区分けをしたいなと思って書いてるんですけども、はい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 、はい。その、マスクって、どういうふうな認識になってるんですかね、その、特許業界というか、知財業界では。実は、マスクって単に発明の名称にしちゃうと全部含んでます。基本的には書いた方がいいんですね。マスクだけって書くと明確性要件違反するみたいなことで来ることも。明確性は特に問われないとは思いますが、なんていうんですかね、そういうふうに一応今回アイマスクとかを除外するために鼻と口っていう書くのはいいと思いますし、アイマスクの無駄な印鑑を引かれるっていうことも防止できるのかなと思います。範囲を広く、すみません、ちょっといろいろと聞いて申し訳ないけど、はい、いえいえ、はい、広く取りたいけど広くしすぎると今度新規性と新法性でいらない印鑑が引かれるから、はい、そこをある程度限定はしたいですねって考え方ですね。はい、そうですね、そういう考え方でいいと思います。これで、まあ、2回目のやるべきことは一応終わったかと思います。で、あと2回、今回の1回目、事例1があと2回あると思いますので、来週は、このサブクレームの図紙ですね。まずサブクレームを意図通りにちゃんとできているのかっていうのを、また同じようにちょっと図紙で、書きながらちょっとサブクレームをブラッシュアップしていただいて、で、その後、図面の作成ですね。まず、これは確実に進みたいなと思います。